こんにちは法定式チューバーバです今お見せしている問題は2021年、慶応大学の理工学部で出題された問題です。複素数 α は α2 乗プラス 3α プラスの3イコール0を満たすとする。この時、α プラス1、α 閉じの2乗かける、α プラス2、α 閉じの5乗イコール、木である。また、α プラス2、α 閉じの s 乗かける、α プラス3の 括弧とじ T 乗イコール3となる整数 S、T の組をすべて求め、求める過程とともに記述しなさい。では問題を回答してみてください。回答中は動画を一時停止でお願いします。まもなく解説いたします。 それでは解説をいたしますまずこの問題 α の2乗プラス 3α プラスの3イコール0もちろん解の公式で α を求めると2分のマイナス3プラスマイナスルート3へと出ます出ますけれどもこちらの α にそれをじゃあ代入して2乗や5乗を計算したらいいのかというとそうはいかないですよね実はこの問題の方針 α2 乗プラス 3α プラスの3イコール0という式は アルファ −3 として計算を進めていくんです一体どんなことなのか具体的に計算を見てみてくださいまずアルファプラス2の5乗これはアルファプラスの2の2乗をかけるアルファプラスの2の2乗をかけるアルファプラスの2と形を変えてあげましょうそしてアルファプラス1の2乗アルファプラスの2の2乗をそれぞれ展開してあげるとこのような形が出てきますそこで、 アルファの2乗プラス3アルファプラスの3イコール0をアルファ2乗イコールマイナス3アルファマイナス3に変形した形を活用していきましょうこのアルファの2乗のところに代入してあげるわけですすると計算をしてあげればこちらはマイナスアルファマイナスの2こちらとこちらはアルファプラスの1そして一番後ろにアルファプラスの2がついていますこの式 このような形で書き直すことができますさてこの後ちょっとしたひらめきがあれば問題がすぐに解決しますそれは α プラスの2と α プラスの1を展開した時の答え α プラス 3α プラスの2に隠れていますこちらを見てみましょう α プラス 3α プラスの3が0です こちらはアルファ2乗プラス3アルファプラスの2となっています。どんなことかというと、実はアルファ2乗プラス3。アルファプラスの 3=0 のプラスの3をアルファ2乗 +3。アルファプラス2。プラスの1とすれば1を移行してあげることによって、実はアルファ2乗 +3。アルファプラスの2はマイナス1だということが実はわかります。こんな形の式が出来上がるわけですよね。つまり計算をしてあげればマイナス1となります。

アルファプラスの2のとじの S 乗の括弧の中、アルファプラスの2を計算をしてみれば、2分の1プラスマイナス2分のルート 3i と出てきます。こちら S 乗ですから、これ極形式に直して、そして S 乗をうまく活用していきましょう。この複素数の絶対値を R とすれば、R はルートの2分の1の2乗プラス括弧、プラスマイナス2分のルート3の2乗ですよね。計算をすれば1です。 つまり、2分の1プラスマイナス2分のルート 3i というのは極形式で表すと、コサイン3分の π ラジアン、プラスマイナス i サイン3分の π ラジアンとなります。同様に α、α プラス3、都時の t 乗においても計算をしてみたいと思います。α プラスの3というのは、α が2分のマイナス3プラスマイナスルート 3i でしたから、計算をしてあげれば、2分の3プラスマイナス2分のルート 3i となります。 先ほどと同じように、これも極形式に直していきましょう。二分の三、プラスマイナス二分のルート三。i の絶対値を r とすれば、ルート三が出てきます。これにより、二分の三、プラスマイナス二分のルート三。i をルート三で括るとすれば、ルート三括弧。二分のルート三、プラスマイナス二分の一 i となりますから、極形式はルート三括弧。 コサイン6分のパイラジアンプラスマイナス i サイン6分のパイラジアンとなります。それぞれを極形式で表したことによって、元々の問題、α プラス2の s 乗というのを極形式で表してあげた、つまりこれを s 乗にしたもの、それを z1 と置いてあげると、z1 イコール、カッコ,コ、サイン3分のパイラジアンプラスマイナス i サイン3分のパイラジアンの s 乗というふうに置いてみたいと思います。同様に、こちらの アルファプラス3の t 乗も z として中括弧でルート3括弧ココサイン6分の π ラジアンプラスマイナス i サイン6分の π ラジアンのとじの t 乗と置いてあげることにしますすると今求めたかったこちらの式の左辺というのは z×z のことですからルームアブルの定理を使って s 乗は s 倍 t 乗は t 倍というう。形で式を書き直しましまょう複素数,数の積を極形式で表したわけですから絶対値は掛け算ですけれども変革は足し算になりますつまりルート3の t 乗をかける中括弧で c o s ン、3分の s の π ラジアンプラス6分の t の π ラジアンになるわけですねそしてプラスマイナス isin イイの同様に3分の sπ ラジアンプラス6分の t パイラジアンになるわけですさてここで右辺は実は3になっていますこのことからルート √3 の t 乗が3になりそして中括弧の中が1になる必要があることがわかります sin のグラフと cos のグラフをともに考えてこの3分の s パイラジアンプラス6分の t パイラジアンこの部分が実は2 n イになれば確実にこれって1になります 2nπ というのは例えば 2πsin は 2π で0です c o s ンは 2π で1になりますつまり3分の s+6 プラス6分の t かっことじの π ラジアンというのが 2nπ ラジアンになれば必ずこのオレンジのマーカーのところは1になりますそして同時にルート3の t 乗が3になればこの条件を満たします連立方程式を作ればこのような形が出来上がりますよね すると丸 ① より t は2とわかりますでは丸 ② に t イコ2を代入してあげましょうするとこのような式になりますパイは消すことができますよねそこで ⑥3 分,分の1ですから右辺に移行しましょう ③ 分の s イコール 2n-1Ⅲ になります s イにしてあげると 6n-1 と出てきます では答えです。答えはかっ s カンマ t は 6n-1 カンマに n は整数となるわけです。いかがだったでしょうか？またよろしくお願いします。